さすがにあれだけ体力を使ったらそう簡単に目を覚まさないか。確か前回の時も過度な体力消費でなかなか目を覚まさなかったっけ。起きたら二人で話したかったけどやっぱり無理そうかな。どんな話を聞かせてくれるの、せっかちゃん。びっくりした。起きてるなら起きてるって言ってよ。無理でしょ、起きていきなり起きてるって独り言言わないでしょ。それはそうだけど、夜風に当たる外くらいは出れるでしょ、多分。そうね、行きましょうか。わあ、ここからの東京の風景すごいね。奥までずっと光ってるよ。そうね、地元や幻想郷だと夜になると大抵真っ暗だからね。田舎者の私たちだとやっぱり慣れないわね。わかるわかる。でもせっかちゃんはこの1年いろんな世界を見てきたんでしょ、どうだったの。苦労しかなかったわね。外国語喋れないし、ほとんど復興と過酷な訓練ばかり、観光なんて全然。でもそのおかげで、新しい専属心の仲間とか、せっかちゃん自身がここまで強くなれたんだよね。そうね、いい仲間に恵まれた。それに貴重な体験もできた。それは本当に良かった。大川はどう？1年間幻想郷にいて、すごく力を身につけてたじゃない。そうだね、不便だったかな。ゲームできないし、全部自分でやらないとだし。でもせっかちゃんが変わるならって私もこの1年頑張ったよ。幻想郷の人たちからいろんなお話や技術を教えてもらったり。冥界ではアンちゃん、アンゲン様の元で玄武の扱い方とか今回の戦い方を教えてもらったしね。へえ、確か6名王の人だったわよね。玄武の扱い方知ってたの。うん、聞いて驚くよ。アンゲン様はね、四季家の1000年前のご先祖様なんだよ。嘘。本当、しかも詩人が四季家の守り神になるきっかけを作った人。それでその最初の詩人が玄武だったんだって、すごいよね。かなり私たちにとって偉大な人じゃない。今度挨拶しないと。うん、それがいいよ。出会いこそ敵だったけどすっごくいい人だから。そっか、だから大川はあそこまで強くなれたのね。恩恵も。恩恵はまた別だけどね、以前言ったでしょ。保護している子たちがいて、みんなでパチュリーから魔法を教わってるって。それが四季春四季魔改造、私なりの技だったんだよ。やっぱりそうだったんだ。ごめんね、全然聞かなくて。はぁ、やっぱりあれ、聞いてなかったの。うん、私能力とか、魔法、オーラ系攻撃は全部見境なく無力化しちゃうから。はぁ、やっぱり私と相性最悪、最後近接物理にしててよかったよ。でも、楽じゃなかった、すごく大変だった。あのまま最後ずっと戦ってたらどうなっていたか。どっちにしてもせっかちゃんの勝ちだよ。だってせっかちゃん本気だったけど全力ではなかったでしょ。うん、まあ、そうでないとね、次はメリアちゃんだしね、勝てそう。わからない、普段はいつもメリアちゃん、本気じゃないから。そっか、でも応援するよ。ここからはどこまでせっかちゃんが成長したか見ていたいしね。ありがとう、私、大川やみんなにここまで強くなったんだって見せてあげるから。うん、楽しみにしてるよ。私をのけものにして何二人で語ってるのさ。ろか、あんたなんでこんなところにいるの。私も一応怪我人だからね、病室に泊まってたの。怪我人って、無傷じゃない。それ言ったら大金井だって無傷でしょ。ろかちゃんお疲れ様、せっかく勝てたのに残念だったね。まあね、自分の力もまともにコントロールできない以上、また周りに迷惑をかけるかもしれないしね。私って詩人の性質上、野生化、による凶暴化とかあるから、そういうのにはちょっと神経質なんだ。まあ、ろかは来年また受けたらいいじゃない。今の力を制御できたらきっと優勝も狙えるわよ。それはどうかな、月下ねえや節下ねえ、他の隊長、副隊長の人もいるからね。私を入れるんだ、珍しい。正直、今の節下ねえは真打ちで全力で挑んでやっと勝率が五分五分って感じかな。十分格上だよ。嘘だー、見たけどあの真打ちかなりすごいじゃない。近接物理であそこまでやられたら私だって危ういわよ。私は倒せる前提なんだね。大金井は準備段階から近接に持っていけば秒だからね。試合では節下ねえは気を使ってそうしなかったけど。ダイレクトに。でもそうだよね、遠距離型のデメリットだよ。ごめんね、私もこの1年結構戦場で戦ったからそういう思考で考えちゃうんだ。フェアなんて本当にないからね。え、あんたたち集まって何してんの。あれ、月下お姉ちゃんも何してるの。ことかちゃんと一緒に帰ったんじゃないの。私はランニングついでに今日の反省も兼ねて会場の前を走ろうかなって。熱心だねー、あんな試合した後にまだ走ってるなんて。私たちは今日会場の病室に泊まってて起きちゃったから、こうやって夜風に当たりながら話してたの。そうなのね、なら私も話に混ざろうかしら、せっかく姉妹全員いることだし。それで何の話をしてたの。ろかがね、私と月下お姉ちゃんに勝つのは大変だって言ってたの。月下お姉ちゃんならまだしも私にもだよ、それがおかしくって。妥当じゃない、それを言ったら私も節下には絶対に勝てないと思ってるわ。絶対って、大体わかるわ、この先私がどんな成長をしても節下には追いつけないし勝てない、そう自覚してるわ。月下お姉ちゃん、なら実質姉妹最強なのは節下ちゃんだね。まあ、認めたくないけどそうだろうね。
最強なのは間違いないかな。そっか。どうしたの、せっか、嬉しくないの。すっごく嬉しい。まさかみんなからそう言われるとは思ってなかったから。それに、お母さんからも言われた。昨日お母さんと本気で戦って。まさか勝ったの？本気のお母さんに？うん、間違いなく私より強い。って、それと、対等な剣士として剣術を教えて、って言ってくれた。すごいわね。いや本当、私でもお母さんはまだまだ格上なのに。ならあとはお父さんを倒したら引き手最強ってわけだね。そうだね、でもまずは2回戦、メリアちゃんに勝たないと。厳しい戦いね、いくら前世紀に比べて弱ったとはいえ、戦闘力1の時のメリアちゃんにすら私は苦戦したから。実際すごく強いわ、訓練でも本気のメリアちゃんを見たことない。多分メリアちゃんは今回本気で優勝を狙ってる、オーブの剣もあるし。でもせっかねえだって負ける気はないんでしょ。うん。ならあさって、見に行くよ。せっかねえ、せっかねえ、二人とも頑張ってね。もう戻るの、ロカ。うん、あんまりうろうろしてると心配する仲間がいるから。ロカ、真打ちすごかったわよ。本当あなたは努力の天才ね。ふふ、もちろん、努力のしない天才なんていても大したものじゃないからね。わかってるじゃん、せっかねえ。それじゃあね。私たちも戻る、せっかちゃん。ごめん、ちょっとせっかと話したいから追うか、先に戻っててもらえる。うん、いいよ、せっかくゆっくり話せるんだし、思う存分話して。それで、どうしたの、せっかお姉ちゃん。せっかにだけは言っておくわ。何を？私はね、メリアちゃんと約束したの、私が専属神になる条件を。条件、そんな話してたんだ、それでその条件って何？今いる専属神の誰かを倒すこと。メリアちゃんにポテンシャル的に専属神は向いてないって言われたの。だから大会に出ている専属神の誰かを倒したら、ポテンシャルがあるということで専属神になることを認める。そう約束したの。待って、それって。私はあさって、ハクちゃんと戦う。もしそこで私が負けたら専属神になるチャンスを失う。そういうことよ。そんな、ハクちゃん本人にはこのことは言わないでほしい。正々堂々と戦いたいから。でも一つ聞きたいの、ハクちゃんはどれほどの覚悟でこの大会に挑んでる。それはもう、かなりのものだと思う。ハクは専属神内では一番弱くて、それをずっと負い目を感じてた。でもそれは私たちがハクに対抗する術を持っていただけの話。普通にハクは強い、そしてハクも自信が強くあり、守れる存在であろうと私たちの誰よりも勉強してたし、特訓も何一つ妥協はしなかった。一番真面目で、前をまっすぐ見る子よ。そしてすごく強い子、それがハクよ。うん、相手にとって不足ないわ。むしろ最高の相手ね。これならどんな結果になっても納得できる。私はハクも応援したいし、結果お姉ちゃんも応援したい。だからどっちも応援する。せっか、正直に教えて。あなたは私がパトの専属神になることには賛成、それとも反対？ずっと気に入らないって言ってきた、けどそれくらいパトのことが好きなのも知ってた。結果お姉ちゃんはいつも私たちに譲ってくれる癖があるからね、私の夢をいつも応援してくれた。私は賛成、むしろ誰よりも結果お姉ちゃんのことを認めてるし、パトともお似合いだと思ってる。私も結果お姉ちゃんが一緒に専属神としていてくれるのはすごく心強いと思うわ。それに私も結果お姉ちゃんのこと好きだしね。せっか、今までいっぱい助けてもらったし、いっぱい譲ってもらった。だから私は他の誰よりも結果お姉ちゃんの味方になる。それだけは約束するわ。ありがとう。せっか、もう、泣かないの。ほら明日からはまたいつも通り悪態つくから覚悟してよね。めんどくさいツンデレ妹ね。本当いい妹思ったわ、私は。せっかくだし子供の頃の話でもしない？いいわね、時間はあるし、ゆっくり話そう。ちょっと休憩入るね。ふう、やっぱり消費が激しい。長期戦を考えるなら、ヤシカ蓬莱で技を構築した方が効率はいいけど、これからの相手だと弱い。もっとうまく使えるはずなんだ。使い方が悪いからダメなだけで絶対にうまい戦い方はある。シェインさんは本当に強かった。長期戦になること前提だったからほとんど、ヤシカ蓬莱で戦術を構築したけど、もし、少しでも焦って時計の能力を使っていたら最後まで体が持たなかった。でも月下ちゃんからはそんなこと言ってられない。長期戦を潰してでも全力の時空支配で挑まないと。月下ちゃんは賢いから戦術から何まで全部流れを一気に持っていかれる。頭脳で勝てないのなら力で勝つしかない。月下様みたいなこと言ってる。お時間よろしいかね。こんな夜道で一人で進んでいるのならちょっと話し相手になってよ。シェインさん。Thank you.
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。